楽しんだっていい。次こそはですよね。絵描いて生活せえ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高度化されたアートシット集団っていうのは絶対僕らしかいないので、今はもう本当にゼロから結構辛い部分はあるよね。唯一無二ですよねって話があって、そこに繋がってらっしゃる。同じようなことをやっているのはおそらく国内では僕らはしかいないとは思っていて、もっと言うとそんなに、オフィスアートっていうところでそこで働いてる人と一緒になって議論しながら作り上げていくなんていうスタイルを真っ向からやれてるのって僕らだけで、まあ、僕らのねあのことを真似して、やってるところっていうのが、まあ、出始めてはいるんだが、やはり目線がアーティストなのね。あの自分の表現がしたいっていう人たちを捕まえてきて、無理やり話をさせるもんだから、正直そのアーティストが日経新聞読んでるかって絶対読んでない。でうちは日経新聞みんな読んでるでしょっていう、ビジネスマンの人たちとタイで話ができる状態を作って、かつ何だったら彼らにも幅広い知識を持って、接して普通にお話をしていく中でも新しい発見っていうのをどんどんワオっていう体験をしてもらって、その上で最後さらに絵があって、絵を見ればそれはワオになるんだけど、その制作過程の中でも、まあ、例えば俺と話してるとすごい新しい発見がありますとか、すごい視野が広くなったとか、まさか僕たちの業界について僕たちより詳しいなんてみたいな言葉っていうのをいただきながら絵を作っていくなんていうことができる高度化されたアートシット集団っていうのは多分どころか絶対僕たちしかいないので、となってくると僕らの競合って純粋にいないわけですよ。これはいいことなのか悪いことなのかっていうのはぶっちゃけあって、なぜかというといちいち僕ら入っていって説明するときに、いや違うんですと、なんとなくアーティストが企業理念をちょっと聞きかじって絵にするとか、そんないうあの、まあ、レベルの低い話をしてるわけじゃないんですと、僕らのアート入れてもらうと本当に会社が前進するんですなんて話を一からしなきゃいけない、したところで本当にそういうことできるんですかみたいなところから話をしていかなきゃいけない。でこれ競合がいたらね簡単なんですよ。いわゆるあのアートであの会社を前進させるサービスですねみたいなその中でオーバーロードさんは、強みはここなんですねみたいな話ができるんだが、今はもう本当にゼロから全部説明しなきゃいけないっていうのは結構辛い部分はあるよね。だから僕らのことを呼んでくださるクライアントさんとかにもやっぱり温度差はあるわけよね。例えばすごくもう僕らのこと研究されていて理解されているクライアントさんとかは最初からうちの会社を前進させてほしいって言って HR 部門の方が出てこられる。一方で僕らがやってるものはアートっていう出力を取ってるがために、いわゆるデザイン系のイメージで、なんかここの壁が寂しいんだよねと、そこにちょっと絵入れてよ、でそれがちょっとした意味を持ってくれれば嬉しいわぐらいの感覚の人もいるわけ。その人たちからすれば僕らがバーッとこんなことできるよみたいな話をしたら、もうその時点でおーおー待って待って、そんなことできるの知らなかったみたいな話になっていくっていうのが結構今あって、そこの部分で本当はだから競合というかもう少し僕らみたいな商談できるところがあると楽なのかもなっていうふうには思ってますね。